のみさこにお願いします。チアリこんにちは。やるもん、やるもん、やるもん。ということで本日は2月17日発売アビスレムションガイデンデスブレクリスタル水晶マナの謎に迫るレシピ。はい、ということ。わかんねえけど、2月の新商品ってことだな。そうなんでございます。さあ、コロコロコミックね、2月号でも紹介されておりましたがね、まだ見てない人もいると思うんで、これしっかり説明したいと思いますが、2月17日にアービスレボリューションガイデンデスベルクリスタルというね、まあ、ガイデン、ガイデンなんですよ。すごいね。そう、ガイデンなんです。ガイデン、初のガイデンって言われます。10年ぐらい続いた漫画じゃないと始まんないよ。そうなんですよ、ガイデンなんですよ。はい、で、このデスベルクリスタルというパックにはですね、いろんなカード入ってるんですけども、すごく特殊なね、ギミック、しかも超強力、この水晶マナというのが入っております。水晶マナ、その水晶マナとは何ぞやというのをね、この動画でバッチリ解説したいと思います。そして新カードもめちゃくちゃ出ます、その紹介の。おー、いいね。はい、これを見るだけでデスベルクリスタル入ってるね、ギミックが全部わかるという。なるほど、全部動画になってます。いいの？おー、いいよ。出し惜しみないよ、出し惜しみないよ。ないんだね、出し惜しみない。そして早速やっていきましょう。いくぞ、いや。はい、ということでね、じゃあ、はい、あの、まあね、まあ、何なのかというね、注ぐ時はラベルをこう見せるようにみたいな。それはまあ、推奨マナーですよ。違います、推奨マナーで、それもまあ、別に推奨されてるかも分かんないけど、自分でやってるから、こうやってやってるから。はい、はい、違うんですよ。はい、さあ、ということで、推奨マナーとは何ぞやということで、じゃあ、コロコロコミックはね、2月号読んだ方だね、すでにね、ある程度ご存知知れませんが、こちらのカードは、あんだこいつ。ということで、デスベルクリスタル入ってるオーバーレアクリス・タブララーサ。タブララーサ、もういろんなツッコミどころが満載ですよね。すごいね。だってなんかこうバグってるみたいになってるじゃん、ここ。そうそうそう、28482っていうね、28482ってパワー。そして18マナ、ゼニステレス。この見た目なんじゃいと。すごいね。ということでなんですけども、能力がちょっと見ていきたいんですけども、水晶ソウル3。え、何、観光ソウル。このクリーチャーを召喚するとき、自分のマナソンにある裏向きのカードのマナの数字は3になる。は？え？え、どういうこと？裏向きになる。で、ブロッカーワールドブレイカーで、このクリーチャーが召喚に出たとき、バトルゾーンとボツになる相手のクリーチャーを好きな数を選ぶ。その選んだクリーチャーはこのクリーチャーで出たとき能力を全て使う。え？え？とんでもない方ありますね。おお、まあ、ここはまだまだ分かるじゃん、すごいこと書いてあるけど分かるじゃん、クリスターナルカッパー。このクリーチャーが離れるとき、または自分がゲームに負けるとき、代わりに自分のマナゾーンにある裏向きのカード3枚をお手にしてもらう。何それ。こういう、え、ここに書いてあるソウルとは別、こういうカンフーとか、カンフーとかだって違いますね。別のソウル、別のソウル、裏向きのカード、マナゾーンに何そういうのあったっけ。ないよ。ないので出ません。出ません。出ません。違います。違います。そうなんです、このデスベルクリスタルにはマナゾーンのカードを裏向きにして使うというカードが入ってるんです。なるほど。これを、まあ、裏向きのカードね、俗に推奨マナと我々呼んでる。カードが推奨化しちゃうんですよ。なるほど。マナゾーンのカードが水晶になってしまう。クリスタルからパワーを得て使えると。あー、すごい見た目してるね。すごいでしょ。ちょっとなんかすごいでしょ。虫っぽさというかさ、そう、とんでもないですよ、デザインが。まあ、こいつがね、どういう風にね戦うかっていうのは今後のお楽しみなんですけれども、今回、あくまでね、ギミック紹介ですね。はい、じゃ早速ね、ギミックの紹介したいと思います。お願いします。じゃあ、裏向きマナってどうやって作るのって、普通にマナだったら表向きじゃないですか。さあ、ということで、ここから新カードが山盛り出てくるんですよ。やったー。ちょっとね、せっかくなんで押したいと思います。はい、じゃあ、ちょっとどうなったか。じゃあ押したくなさそう。大丈夫。はい、よかったー。よいしょ。ということで、こちら新カード、血濡れの師団チリ。血濡れの師団チリ。はい、ということで、オラクルセレスヒューマノイドの登場です。うわー、まあ、こチリさんって、ね、実はね、昔オラクルね、いたの覚えてる、血塗られた神父チーフというのがいたんですよ。実はチーフさんまた登場と、また再登場。はい、ということで能力見ていきましょう。闇の3マナクリーチャーパワー2000、このクリーチャーが出た時、相手のクリーチャー1体選ぶ。このターンそのクリーチャーのパワーをマイナス4000する。強いですね。その後自分のマナゾーンのカードを1枚裏向きにしても良いと。したはい、なるほど。ということで、これが出ると3枚召喚しました。まずマイナス4000します、まあ普通に強い効果、の後に裏向きにしていいんですよ。あ、自分のマナゾーンカード1枚裏向きにして、してもこれ注射入ってるね。はい、で裏向きにしたらどうなるかというと、これ書いてあります、マナゾーンにある裏向きのカードはマナの数字が1の無色カードとして扱う。おお、なるほどね。能力をなんか全部なくなって、色も失って、ただの無色1マナになります。で、その持ち主はそれを一度見てもよいと。なるほど。自分はこれ見てな、何どれ、この裏向きどれだっけは見れる、ということです。対戦では見れないんだ。見れない。なるほど。持ち主のみです。ということで、このアビス、あのデスベルクリスタルはこういうふうに出た時に何かしながら裏向きにする、こういうカードがたくさん入ってます。なるほど。これによって裏向きマナを作っていくと、このクリスタブラーさんね、
水晶ソウルだったりとかクリスタルカッパ、なるほどね、こういうあの要はサポートしてくれるってことなんですね。そうなんですよ。で、まあこれだけ見てもまだちょっとね分かんないじゃないですか、うん、というわけでちょっともう一回ちょっとボタンを押せと。もちろん失礼します。はい、はい、たくさん入ってるとね、本当にね、あの尋常じゃないくらいたくさん入ってます。だこのセットを集めるだけで裏向きマロンで組める。いいね。しかもいろんな文面の組めるぐらい、ぐらい入ってるということで、こちら新カード、審判仲間コットン、ジャッジ推奨チャージャー、ということで、これツインパクトカードですね。で光2マナ、パー2000、はい、じゃあちょっとクリーチャー崩壊見ていきましょう、はい、審判仲間、これオラクルセレスです、はいはい、このセレスのちょっと重要そうですね。そうだね。でスラッシュヒューマノイドでクリーチャー、相手のクリーチャーが出た時そのターン、そのクリーチャーアタックできない。強っ、光有名、はいはい、これあれですよ、ボンキボス、うん、書き方的にボンキボス、うん、そうだね、もう光ボンキボス、本当だ、本当だ、ドロゴーがないけどね。そうだね、はい、で呪文側、ジャッジ推奨チャージャー、うん、呪文、相手のマナゾーンにあるカードの枚数より大きいコストを持つ相手のエレメント1つ選ぶ相手、それを山札の下に置く。強っ、うん、1体だけど、うん、で推奨チャージャー、この呪文を唱えた後墓地に置かれ裏向きにしてマナゾーンに置く。統一したいが裏向きになるんだ。そういうことです。なるほどね。これは置いてあるカード裏向きするんじゃないんだけど、うん、それチャージャーとして使った後に裏向きになってマナ行くんですよ。なるほどね。で裏向きマナになってくる。裏向き真っ白なの見えちゃうけど、あ、これちょっとあの本当ちゃんとね裏向きありますんで、デュエルマスターのね裏向きになってますんでね、はい、はい、というこういう風にいろんなやり方で裏向きマナを作って、うん、その裏向きマナによっていろんな強い効果が得られる。なるほど。これがデスベルクリスタの推奨マナ。これじゃあ無色カードとして扱うんだ。そうなんですよ。ってことは第4弾に入ってたネメシスとかの軽減にも、はい、使えます。なるほど、はい、なんでだからこれ裏向きマナってこれ無色ってのは結構肝ですね、うん、なのでちょっとすごい多色デッキとか実はちょっと組みにくい。そうだね。だから実質3色デッキ4色デッキになっちゃうんで、うん、やりすぎると。そうだね。でも2色とか3色だとそんなにデメリットないんですよね。そうだね、あの別に 2,3 枚裏向きしたとって別に、うん、あの1枚とか2枚とかあればいいんで、うん、ということで結構そういう変動結構今までのデッキ構築をちょっと変えてくれるような。そうだね、はい。でもね、これ地に見てもらえると分かると思うんですけど、単純強いんですよ。そうだね、パワーが強い。裏向きにするためになんか特別なことやらなきゃいけないわけじゃなくて、うんうん、ただ結構強いやつに勝手に裏向きついてくれるっていうのが、ね、プレイしながら、そうそうそう、裏向きマナが増えるってことだ。はい、あ、なるほど。ってことでございます。まあでもこれだけ見てもさ、裏向きマナってまあ要はでも弱くなってるだけじゃん、うん、まあそうだよね。じゃあ裏向きにしたらどんないいことあるのと、まあ、それ教えてよ。いや気になるんじゃないですか、そこが。まだか、ちょっと押してもらえ、進まないシステムだ。すいません、めんどくさくてね、はい、あ、もうこれ一生出ない、もう一生出ない、はい、ということで、じゃあ裏向きにしたらどんなことあるの、はい、ということで、こちらコードネーム、ワスプメリサ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 、さあ、アースドラゴンアンノーンやってればありました。アンノーン見た目かっこいいですね。かっこいいね。自然の7マナ1枚1000ダブルブレイカー、うん、見ていきましょう、クリーチャー。このクリーチャー出た時、または自分のターンの初めに自分のマナゾーンになるから1枚裏向きしてもよい。まず自分で裏向きする効果も備えてます、うん、で自分の他のオラクルアンノーンゼニスのパワーをプラス4000しマッハファイダーを与える。まあまあ結構便利ですね。まあ、ね、まあ、まあまあぐらい、うん、推奨武装4来ました。すごい、そうしてる。推奨武装4、うん、まあまあね、あの勘の言い方でね、どんなことか分かったと思うんですけど、うん、マナ武装の推奨マナバグです。自分のマナゾーンに裏向きのカードが4枚以上あれば、うん、相手のクリーチャーのこのクリーチャーに出た時に始まる能力がトリガーするに代わりにトリガーしない。出た、めちゃくちゃ強いよ。出た、ブラキオ。ブラキオだよ。なんと7マナ強っ。推奨マナが必要なんですけれども、貯めとくとたったの7マナで追加効果、他にも持ってるブラキオが、あ、これはでもあのあれデスロードのマハバイターブームみたいなもんで、ね、めちゃめちゃ強いんです、これも、うん、っていうね。しかもパワーまで上げてくれちゃうんだ。上げてくれる、やばいね。自分自身でもあのちょっとターンかかるけど裏向き作ってくれるんですけども、例えばね、こういうさっきのチリとかで裏向きしとけば出た瞬間に推奨を殺生するみたいなことできるわけですよ、うん、めちゃくちゃ強そう。そう、こういう感じで推奨マナが増えれば増えるほど恩恵を受けられるかっていうのは結構入ってます、うん、裏向きを作りつつ裏向きも有効に活用できる。でちなみにもう一枚持ってきました。偉いね、偉いね、偉いね。どなたか押してくださいあの時々ほらゲームで急にボタン押せって言われるやつね、見てると、無理見てると、あれね、はい、ということでこんなカードもございます。シャングリラクリスタル、こちら呪文でございますね、はい、無色の呪文、ガードスライク来た。これね、ガードストライクついてるカード使わせに来てる、5番のカード、はい、そうです、このカードはすごいです。まず自分の山札の上から1枚目を裏向きのままタップしてマナゾーンに置く。強タップのマナ加速なんです。マナ加速だね、はい、無色いいですね。しかもその後に推奨武装 2、自分のマナゾーンに裏向きのカードが2枚以上あれば自分の山札の上から1枚を裏向きのマナゾーンに置く。
すごい2マナブーストじゃん。そうなんですよ。すごい。そうなんです。ありゃいいんかい。そういいんですよ。すごいですよ。裏向きのマナがめっちゃ増えるから、これ裏向きデッキにとってはめちゃめちゃ使えます。あ、まあ、必須カードレベルといっても過言ではない。ただ前のターンにチリ出してきました、うん、で裏向き1個あります、うん、で次はシャングリラプリスタ打つと、うん、これまず裏向き増えるじゃないですか、うん、その後に水晶武装に発動する。そのままそうだね、1枚でもあれば水晶武装の2枚持ってきるから、でも裏向き3枚、そこ2マナ加速できてる。なるほど、結構とんでもないでしょ。結構とんでもないね。だからこの水晶マナの本気度伝わるでしょ。はいはいはい、なるんで、でこういうのをしていくとどん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 水晶武装とかが使いやすくなる。なるほどね、はい、面白い。まあ言うてもね、言うても水晶武装だけならさ、まあ、だけならまあそんなに勝つまでいかないじゃないですか。いかないだろ。まだあるんですよ、この水晶マナうまく使える方法、まだまだあるんですよ。なるほど。はい、ということでね、水晶無双以外にも水晶マナ使う手段ございまして、うん、こちらのカード、はあ、コードネームシステイス。システイス、はい、マジックコマンドアンノン来ました。アンノン見た目もすごいね、うん、独特な感じだとかっこいいですよね。はい、はい、水の7マナ4000クリーチャーシルトリガーなんですよ。トリガーで水晶ソウル2持ってます、はあ、これあの実はタブラーサー持ったやつ同じなんです、うん、で水晶ソウル2っていうのはこのクリーチャーを召喚するとき自分のマナゾーンにある裏向きのカードのマナとして2になる。あー、じゃあ2マナ増える、2マナ分としてスタップできるってことだ。そう、うん、つまりこれ7マナなんで水裏向き裏向き裏向きで出る、出るってこと。結構軽くない？4マナ分、4マナ出る。はー、裏向きを増やすと簡単に召喚できる、まあ、トリガーなんですけど手札からも出しやすくなる、うん、なるほどね。で能力はこのクリーチャーが出た時相手のクリーチャー3体まで選ぶ、次の自分の話でそのクリーチャーの方はアタックブロックもできないと。効果もかなり強力なんですよ、うん、トリガー中に出ても強いし、うん、手札に来ても水上ソウルあれば、うん、素出しがしやすい、素出しがしやすくなる。なるほどね。こういうふうにサポートしてくれます、うんうん、はい。あぶねー、気抜けた。まあこれもね結局トリガーじゃないですか、まあ、結局ね、はい、まあ、流行らしできるトリガーなんて最近多いですよ。まあまあまあ便利だけどね、まあ、便利だけどね、まあ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 ということで、はい、こちら使命の焦点グレイテストグレート。グレイテストグレートじゃん。さあということでゼニスセレス、グレイテストグレート、そして文明が火。え、グレイテストグレートじゃん。そう、すごい情報山盛りなんですけども、命じゃなくてそう使命になってるんですよ。しかも頂点、頂点になってるんですよ、ゼニスセレスが。じゃあれだね、見た目もちょっとほら、君はあのあれだ、プロフェシーのね、そうそうそう、もらってる人、すごくないですかこの方、見た目も、はあはあ、見た目めっちゃかっこいいですよね、ゼニスって。かっこいい。さあ、ということで能力見てみましょう。火の11マナ1万2000のゼニスクリーチャー、うん、水晶ソウル3、うん、3ってことは裏向きのカードが3になるんですよ。そういうことです。すごいよこれは。すごいよ、事件だよ。だこれ火と裏向き4つとかで出るってこと。そう、裏向き3つプラス、あと火含め2個出る。あ、火含め、そうだね、そうそう、9プラス2で、うん、出るね。5マナ出るんですよこれか。そういうことだね、5マナ出るんですよ、裏向き3つあるだけ。はいはいはい。でトリプルブレイカー、自分のクリーチャー全てスピードアタッカーを与える。強い。でこのクリーチャーが紹介に出た時自分の山を上から3枚を見る、その中からコスト7以下のクリーチャー好きな数出し残りやる。好きな数3枚めくって7以下が全部出る、まあ、好きな感じ、すごい。で残り手もなぜか手札、すごいね。でしかもスピードアクセスいってくる、へえ、すごっ。本当にだゲーム終わらせられますこいつ。そうだよね、はい、が5マナ出る、推奨マナ3つあれば、うんうんうん、でしかもエターナルカッパーというね、これ実はゼニス・セレス共通で持ってる能力なんですけど、うん、このクリーチャー離れるとき代わりに自分のマナゾーンやろう、裏向きのカード3枚表向きにしても良い。あー、なるほどね。ということでこれ実はリスペクターに近いものだと思ってもらう、なんとなくね、うん、イメージしやすいかと思うんですけど、うん、まあ、さっき言ったように例えば、裏向き3枚プラス2マナ出るって言うじゃないですか、うんうん、で出ました、でもめっちゃ強い、強いね。しかもスピードアップもつけるからこいつどかしたい、うん、と思ってどかそうすると、はい耐えましたっって言って表向きにされる、表向きにする、終わり。なるほどね。まだ表向きにすると、まあ、そのさっきの水晶武装とかが達成しづらくなるけど、なるけれども除去耐性でもそんぐらい強いんですよ。そういうことだよね。そう、あー、なるほどね。という、 もうめちゃめちゃ強いカードが裏向きマナによってすごい出しやすいし、ね、すごい使いやすくなるというのがこの水晶マナ。なるほど、ね、水晶マナです。水晶マナ、はい、ということでね、最初のクリスタブララーさんに戻るんですけども、はい、このカード水晶ソウル3あります、うんうん、18マナなんてどうやって出すねんと、うん、思うじゃないですか、うん、3なんで裏向きまで6枚あれば6マナ出ちゃうんですよ。しかもこいつの場合はゼロ文明だから、そう、裏向きのマナだけで出る、だけで、うん、本当だ、6マナだけでこのめちゃくちゃな効果のカードが入る、はいはいはい、そういうことだね。しかもこれ今このクリスターナルカッパーっていうのはエターナルカッパーの上位版です、うんうん、離れる時だけでゲーム負ける時にも、うん、そういうこと、3枚だけでクライマックスショーガーみたいな、そうです、まさにそう、うんうんうん、という
とんでもない1枚手に入ると。あーなるほどね、はい、強そう。強いっす、もうぶっちゃけ強いっす。なるほどね、まあ、興味で見せてるからほんの一部なんで、はいはい、あの全文明ちゃんと裏向きマナー作るからあります。なるほど、そうだよね、今んとこ見てるとさ全文明のカードが見えてるよね。はい、そうなんですよ、今回全文明に裏向きマナーがあって、このデスベルクリスタルだけでこの裏向きマナーデッキっていうのは非常にいろんなパターン組める。へえ、ちょっと面白そうなのがさ、この、うん、推奨マナをさ増やすカードもさ、はい、ゼロ文明だったじゃない、はい、だからさなんかそう自然文明じゃない文明で、うん、こういう柔軟マナのカードをボンと出せそうなのがめちゃくちゃ楽しみ。例えばもうヒタンゼニスとかも組めると思うんですよ。そうですよね、まあ、ヒゼロゼニスみたいな、うん、ヒゼロゼニスみたいな、うん、組めると思うんですね。いや面白そう。はい、というのがこのデスベルクリスタル2月14日発売デスベルクリスタルの新ギミックでございます。ちなみになんですけれども、これもね勘のいい人なら見覚えあるかもしれませんけど、実はこのカード、うん、1月15日ぐらいにあのカードショップ様にとかにね、いろいろって到着しましたポスターにカードが載ってまして、実はその時はこんな見た目だったんですよね。かわいい、はい、こちらね、実はゼニスキントレジャーというのがねこのパックに入っておりまして、実は見たことあるよと思った方いるかもしれないです、はいはい、これ通常版でございます。こちらゼニスキントレジャー、ゼニスキントレジャー、はい、こちらね、情報もね、後々 DayTube で紹介します。ぜひお楽しみにお待ちください。はい、ありがとうございます。さあ、ということで、これからどうなっていくのか、ね、裏向きマナーどうですか、皆様。面白そうですね。面白そうですね。なんかまだちょっとしか見えてないけど、もうすでにどんなデック組みたいなみたいな、なんとなくありますね。そうそうそう、本当にいろいろね、楽しめるんで、うん、ぜひこのタックにね、注目してもらえればと思います。そしてね、DayTube でもちろんね、この新カードもね、はいはい、新カード、もう来週ぐらいかな、来週ぐらいからね、紹介していきたいと思います、ね、そのぐらいですね。ということで、ぜひ、はい、チャンネル登録して、はい、突入お待ちください。はい、ということで、この動画面白いと思った方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。はい、そしてコミュニティ投稿にはアンケートなどもありますので、ぜひチェックしてみてください、はい、ということで、今回の動画はここまで。また次回の動画でお会いしましょう。